おはようございます、しのたんです。今日はですね、ちょっと朝早く起きまして、6時半ぐらいに起きたかな。今日6時半ぐらいに起きて、まあ、そこからご飯食べていろいろ今ちょっとゆっくりしながらとかやってたんですけど、今日私ピラティスに行くんですけど、それまでちょっと時間があるので、まあ、せっかく早く起きたし、最近私の家がちょっと汚くなってきていますので、お恥ずかしながら、本当に恥ずかしいんですけど、今日こそは、まあ、ずっとやろうと思ってたんですけど、これ言い訳ね思ってたんですけど、でやれていなかった掃除を今日はやっていこうと思います。私一人だと多分やる気がすぐにふんってなっちゃうので、一緒に掃除をしていきたいなっていうふうに思います。私ちょっと久しぶりなので頑張ってやっていきます。私本当に掃除は嫌いなんですけど、まあでも一人しかいないのでやるしかないのでやります。頑張るぞ。そうだ、これ見てください。最近新しく買った T シャツ2枚ぐらいあるんですけど、じゃん、リアリゼーションっていうところのやつなんですけど、私がもうずっと気になってた海外のブランドのやつで、めっちゃ可愛いの。 GT 後ろはこんな感じ、生地もすごいし、なんか良くてお気に入り、気に入ってる。こっちはボンジュールレコーズっていうところで買った T シャツなんですけど、なんかサスティナブルなブランドで、これがね、廃棄物とかなんかそういうのから作ったコースターなんですけど、これがまあ T シャツ1枚に対して1つついてくるみたいな、すごい可愛いんですよ。私はこのバックプリントがすごい可愛いなと思って気に入って買いました。こっちはちょっと大きめでもお気に入りです。これめちゃくちゃいいです。私 IH なんですけど、すごい汚れがさって落ちるので愛用しております。
これもすごいおすすめ。すごいねピカピカになるんですよ。なんか高級ホテルとかでも使われてるみたいな。ネットで見て買いました。シンクとかを洗うんですけど、これですごいピカピカになります。見てください、この私の紙袋収集癖を。収集してるくせにめちゃくちゃ汚いっていう。やばいですよね、ほんと。ここ本当に未公開にしたいぐらい、すごいんですよね、本当に。どんだけあんのっていう。しかもこの隙間に、とりあえず詰め込むっていう私のこのズボラさがもうあらわに出てるんですけど。ちょっとこれも今日は整理していきます。クリスプの紙袋が多いんですよ。私このクリスプサンドワークスが大好きで、バカ高いんですけど、サラダのお店で結構テイクアウトして食べてます。最近もちょっと食べ過ぎていまして、生野菜を全然取れてないので、このクリスプサラダでめっちゃテイクアウトしてます。で、この紙袋はなんで取ってあるかって言われたらわかんないんですよ。でもいざという時にたまに使えたりするんですね、この紙袋って。なんか友達に物返すとか、そういう時に使えたりするから取っちゃうんですよね。で、結構なんか紙袋が丈夫なものとかだったら、で、いいじゃんと思って取っちゃうんですけど、でもその消費量と供給量、供給でもないけど合っていないので溜まっていくんです。それはね、もう分かっている、分かりきっているんですけど取っちゃうんですね。まだね、あっちにもあるんですよ、他の収納棚があるんですけど、まあ、そっちはもうちょっとちゃんとしたなんかブランドの袋とかなんですけど、そういうのとかも結構ねたまに使えるので取っちゃうんです。もうちょっと整理しようかな。いらないものは呼ばないって、やばい、ちゃんとクリスプサラダしか出てこない。
うなったらもう逆に逆に集めたいんですけど、これ謎の収集物。ちょっとマスクしようかな、髪が良くなってきた。ほこり？閲覧注意かもしれないけど、ほこりが、いやそうですよね。ここら辺なんかこういう隙間とかって、それこそこういうなんか棚とか置いてるとあんまり掃除しないので、ほこりがやばい。いきます。なんかホコリを出さないようにする何か開発されないかな。開発されたら絶対に買う自信がある。この大量のクリスプサラダワックスの紙袋は捨てることにします。はい、だいぶすっきりしました。まだ貯めるんかいって話ですよね。いや、ほんとたまに、ほんとにたまに使えるんですよ、こういうのって。使えそうだなって思うやつをちょっと厳選したので、お許しください。っていうか、ここが空いてました。ここが空いてましたので、ちょっとここに入れようかな。なんか空いてたじゃん、ここ。そういうの、ここに入るかな。ちょっと大きいのが入らないな。大きいのはちょっと入らないけど、入れれるものは入れていこう。
ということで、あ、疲れた、暑い、ちょっとそろそろ時間になったので今日はここら辺で終わりたいと思います。本当はもうちょっといろいろなとこやりたかったんですけど、まあ、でもあのキッチン周りがだいぶ綺麗になったかなっていうのと、まああと掃除機もかけてだいぶスッキリしました。ちなみにあの前動画出した時に気づいてくれた方もいたんですけど、衣替えをしたんですよ最近。ちょっと衣替えじゃないわ、模様替え模様替えをしまして、そう結構ね大幅に家具の配置を変えたりとか、まあ、うん、まあ、ほぼかな分かんないけどしたので、またそれもちょっと今度改めてルームツアーとか撮りたいなと思っているので、ちょっともうちょい先になっちゃうかもしれないんですけど、待っていてくださると嬉しいです。まあ、簡単にあれすると、もともとこっち側にソファーが置いてあったんですけど、ソファーをこっちに持ってきました。反対側が窓なんですけど、撮影する時とか結構自然光がこう入ってくるのであっちで撮ることが多くて、でちょっとこのスペースにまた新たなスペースを作ろうと思っているので、こっちにソファーを移動してきたんですけど、意外とねいい感じで気に入ってます。またちょっと詳しくルームツアーもあげたいと思います。ということで私は今からピラティスに行ってきます。すごい朝活できてよかった。朝活するとやっぱね時間を有意義に使えてる感じがするので、私はとても大好きです。またちょっと引き続き掃除も頑張ってやっていきます、定期的に。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、行ってきます。